敵の方ではございませんでしたのね。私、てっきり。それより、私の胸元に向けている剣を収めていただけないでしょうか。ごめんはないだろ、ごめんは。お前というやつは陛下に向かってなんて口を。私は気にしておりませんので、どうぞお怒りをお収めください。ですが、それよりもボルド軍という言葉が気になります。やはりこの襲撃は彼らが。はい、おそらくは。そうですか、やはり。一人で参りました。自重の制止を振り切って。無謀なのは承知の上ですわ。ですが、リシェーラ様の恩義が一大事と聞けば、駆けつけぬわけには参りません。ええ、神帝の皆です。あのお方のためにここまでいらっしゃったのですか。はい、王族は建国以前から親族に仕えていた一族。死生者である以前にまず聖職者ですから。ええ、何ら不思議ではありません。我が一族の者ならば皆こうすることでしょう。話には聞いたことがありますが、まさか本当にそのためにこうやって行動なされるとは。神の代理人であり契約の主である神帝を不貞の輩の手に触れさせるなどあってはならないことですので。ましてやこの峡谷の要たるロアフィーナ大神殿をボルドによって汚されることなど、王としても許せることではありません。ですが陛下、どうかここは私たちに任せて上にお戻りください。いえ、そうするわけには参りませんわ。しかし、それはそうだが、そういえば陛下、よくここまで無事にやってこれましたね。今まで敵やモンスターには全く合わなかったのですか。いえ、敵の方はともかく、魔物にでしたら合うにはあったのですが。どうなさったのですか。倒しましたわ。ご存知かとは思いますが、聖職にある者は皆ガーディアを振るうことができます。ですからそれによって、私は幼き頃より神殿で巫女として修行を積んでおります。ですから少なくとも己の身を守ることくらいはできますわ。どうか心配なさらないでください、騎士の方。私は本当に大丈夫ですから。陛下にそうおっしゃられてしまうと、私としてはこれ以上何とも言えませんが。申し訳ありません、わがままを言ってしまっているようで。ですが、その上で一つお願いしてもよろしいでしょうか。厚かましいようですが、私と行動を共にしていただきたいのです。ここで出会ったのもおそらくは神のお導きでしょうから。ありがとうございます。あなた方に神の祝福を。
身に余る光栄です、陛下。ですが、私からも一つお願いが。それをお聞き届けいただけますでしょうか。何でしょう。危険なことは決してなさらないと約束していただきたいのです。それらのことは全て私どもに任せると。わかりました。お約束いたします。ありがとうございます、陛下。心より感謝いたします。私の方こそ気遣っていただいてしまって申し訳ない気持ちですわ。せめて足手まといにはならないよう気をつけます。どうぞよろしくお願いいたします。先ほどから気になっていたのですが、シェスター様はお怪我をなさっておられるのですか？ええ。まあ、それなのにこうやって。大丈夫なのですか？大した怪我ではありませんので、陛下がお気になさることはありません。でしたら良いのですが。でも、リジェルド様に支えてもらわなければ動くのも辛そうなご様子ですわ。これはあまり無理なさらない方がよろしいと思いますが。冗談じゃない。ここまで来ておいて今さら引き返せるわけがないだろう。当たり前だ。やはり勇敢な方ですのね。
お噂になられるだけのことはありますわ。噂？私がですか？ええ、女騎士というだけでも珍しいですのに、その上男の方よりも勇猛果敢となれば人々の話題に上るのは当然のことです。はあ、それにしてもアールマティ騎士団には本当に実力ある方が揃っておりますのね。団長の方もロアーナ最強の騎士として名高い方であられますし、だから神殿の襲撃に際してもいち早く駆けつけてくださったのでしょうか。さすが強国最強と謳われるだけのことはありますわ。私たちはたまたま運が良かったにすぎません。実力とは関係のないことです。そうなのですか。人の言葉？ええ、その予知的な言葉に。予知？つまりそれは予言ということでしょうか。神殿が襲われているといった趣旨の言葉に従い、実際に来てみると本当に神殿が血で汚されていたのです。見ましたわ、ここに来るときに。それを、あれは一体誰のものなのでしょうね。やはり聖騎士はすでにボルド軍の手に。おそらくは先ほどこの水路にその死体が沈んでおりました。ということ許せない。よくよく見てみると
太陽の形をしたものが彫り込まれているな。この紋章は王族の？ええ、ただミスラは古来より様々なものに魔除けとして用いられてきたものですので、ここに王族のものを彫ったというわけではありません。同時にこれは侵入を防ぐためのものです。封印されておりますので、これに対応するガーディアがない限り決して開くことはありませんわ。少々お待ちください。私はある場所を知っておりますので。そうだな、この迷宮自体隠されたものである上にこんなにも仕掛けが施されているだなんて。やはり何かを守るためではないだろうか。私にわかるわけないだろう。ただ神殿ということを考えると、ロアフィーナにまつわるものであることは確かだと思うが、いえ、それがすでに。すでに？まさかすでに亡くなっていたと？はい、元あったはずの場所には奪われた形跡がありました。そんな。いえ、力そのものが希少である場合は結晶化しようがありませんから。希少なのですか、ミスラは？ええ、それにあれにはなぜか忌まわしき獅子が刻まれているのです。もしかしたら。え？そうだな。それにこの先に神帝がいらっしゃるとは限らないのだしな。だといいのですが。何しろ奪われたミスラを取り返さなければなりませんわ。あれ自体大事なものですから。